当時ジェフユナイテッド市原千葉で、押井さんにこう実際に指導を受けていらっしゃった、羽生直武さんと佐藤優斗さんに来ていただきました。お二人もそうですし、まあ、ファンの方もそうですけど、もう皆さんがこう惜しむ愛というか、惜しむさんへの愛がすごく伝わってきた収録だったなと思います。私、まあ、惜しむさんがこう日本代表の監督になられた時、当時多分本当に10歳とかなんとなく見てましたし、お名前もなんとなく聞いててすごい人なんだなみたいな印象はあったんですけど、こう具体的な人柄とかは今日初めて聞いて、こんなに偉大な方だったんだなっていうのを改めて実感しました。